にちは、桂秀道でございます。今日はですね、久しぶりに、YouTube のね、動画を撮ってるんですけれども、何についてねお話ししようかというとですね、大統領選挙ですね。アメリカの大統領選挙、まあ、これが、まあ、始まってるわけです。で、ですけどね、まあ日本のね、メディア、例えば NHK とかね、共同通信とか、ね、時事通信とか、ね、朝日新聞とか毎日新聞とか、ね、読売新聞とか日本経済新聞とかね、もしくはこれに系列になっているね、まあ、テレビ局、こういうもののね、報道をねいくら聞いても全くわけわかんないわけですね。で、そこでですね、どうなってるかっていうことをですね、私なりに喋ってみたいと思います。で、まずね、その大事なことですね、一番大事なことは何なのかって申しますとね、これです、これですね、日本のね、マスメディアっていうのは、簡単に言うとですね、まあ日本語で民主党と言われているね、このメディア、民主党系のメディアですね、デモクラットって言いますけどね、この民主党系のメディア、これをね、まあ、たださんに、伝えてるというだけです。だから例えばその民主党系のメディアっていうと ABC、AP、AP っていうのはアソシエイテッドプレスですね、はい、ABC っていうのはテレビ局ですね、はい、それからブルームバーグ、これはの経済通信とか、ね、あと CNN、皆さんご存知と、あとニューヨークタイムズ、ワシントンポスト、まあ、こういうものです。これみんな民主党系のメディアです。報道機関です。で、これをですね、ただ単に日本放送協会とか、ね、共同通信、時事通信、朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、日経新聞、ね、こういったところがただ単に伝えてるだけに過ぎないわけです。で、アメリカにはね、こういった日本ではほとんど、紹介されてないですね、これから紹介するようなメディアっていうのが実はまあ存在するわけです。で、これが共和党系のメディアなわけです。で、そこがですね、話を非常に複雑にしている点です。で、まずね、ABC 順でいくとね、有名なところで、ブライトバートニュースっていう、こういう、まあ、メディアがございます。で、これちょっとクリックしていると出てくるかな。出てきますね。あ、こういうところですね。で、これを見るとですね、何が書いてあるかっていうと、例えば、その、まあ、トランプ大統領の、その、まあ、対抗馬ですね、対抗馬のジョー・バイデン。この人たちがどんなひどいことをしているのかっていうことをですね、いろいろ書いてあるわけです。で、これ読むとですね、なんか到底ね、トランプ大統領以外ね、勝てないんじゃないかと、まあ、思ってしまうんですけれども、ね、ですけど、実際ね、そういうふうに結論にならないように、一生懸命まあやってるというかね、放送してるというか、伝えてるというかね、そういう状態がまあございますね。だから、よくわかんないわけです。で、まず一つ目が、まあ、ブライト、バートですね、という、まあ、有名な、サイトがありますということです。で、他にね、何があるのかと、ね。他にどんなのがあるのかっていうと、これがね、他には、どうですね、ちょっと待ってください。他にいろいろあるんですよ。他にもね、いくらでもあってですね、例えば、有名なところではですね、デイリーコーラーっていうのもありますね。デイリーコーラー。これもあります。でね、これもね、まあ、共和党系の、メディアです。で、これもね、なんだか知らないけどね、日本ではね、誰も報道しないというかね、やらないというかね、よくわかんないですけどね、ちょっと待ってください。今見せますね。これですね。これですね。はい。民主党系じゃないメディアですね。これ今紹介した、ブライトバートニュースですね。これです。それから次がですね、デイリーコーナーですね。で、これ結構ですね、なんていうんですか、バイデンさんのね、まあ、最近も話題になっているあの例の、まあ、コンピューターのハードディスクですが、でこれのことが、ね、結構詳しく載ってるんですけど、これですね。
これですね、デイリーコーラっていう、こういうサイトがあります、ちゃんとしたね。はい、これ別に日本で普通にですね、誰でも、インターネットが普通につながる人だったら誰でも 見れるわけですよ。ね、いいですか、ね、で、なんでもないですよ、これ別にね。だけど、なんだか知らないけどですね、日本じゃ伝えないわけですよ。これなんか、これ映ってるのは株に見覚えがあるかどうか知らないですが、これ元のニューヨーク市長の、普通日本ではジュリアーニって言われてる人ですね。それが、まあ、の方がね、まあ、ここでインタビュー受けてる、この記事が、まあ、載ってるわけですよ、ここにね。こういうの載ってるわけです。はいはい。こうやってね。で、これはまあ、簡単に言えば、ハンター・バイデンですね。まあ、バイデンさんの息子さんが、ね、それが、まあ、フォーリン・エージェント・ローだから、なんでしょうね。外国の、なんだろう、代理人になる法律。これに違反してるんだっていうことを示す内容だとかってね、そういうことがまあ書いて言ってるというのが載ってるんですよ。これがまあデイリーコーラですね。うん、これも日本で紹介されてないだけで、まあ、それがそれなりに、まあ有名な、ウェブサイトなわけですよ。ね、でそれからですね、今2つ、紹介しましたけど、次が FOX ニュースで、FOX ニュースは多分知ってらっしゃる方が結構いると思うんですけど、FOX ニュースですね。で、ここでもやっぱりね、この、バイデンの、なんていうんですかね、まあ、違法行為というかね、バイデンの息子の違法行為、これに、まあ、伴ってね、なんていうんですか、まあ、アメリカにとって、不利益なことをね、ハンター・バイデン、息子がやってるということが、まあ、載ってるわけです、載ってるというか、報道されてるわけですよ、普通にね。We have no information tonight concerning the emails allegedly coming from a computer belonging to Joe Biden's son, Hunter. で、日本の、CNN とね、全く日本で見れるね、まあ、CNN 一番、なんていうんですかね、外国メディアでは日本で有名ですけど、全然ね、違う論調です、これ。だから、まあ、とんでもないやつだと、ね、息子はとんでもないやつだと。で、次はですね、インベスターズデイ、ビジネスデイリーっていう、これも結構ね、これロサンゼルスで発行されてる新聞ですけどね、これも結構有名な新聞でして、これトランプとバイデンのね、話がこう書いてあるんですよ、こうやってね。これも共和党系のね、メディアですね、これね。はい、こういうのがあります。はい、で、そういうですね、非常にね、こういう共和党系のメディアとね、あとこのニューズ、マックス TV っていうのがこれまああるわけですね、これ。これ知らないでしょ、皆さんね。これニューズマックス TV。これも共和党系のメディアでして、で、これもなんか、ジュリアーニ市長が、その、なんていうんですか、FBI に、FBI が捜査始めたんだっていうようなね、そういう記事がまあ載ってるわけですよ、ここに。ハンター・バイデンとかね、そういう。で、なんか、小児性愛者であるとね、いうことで、こんなのがね、こんなことやってるんだ、みたいな感じでね、やってるという、写真がね、その問題になってる、コンピューターから出てきたという話が、まあ、こう、載ってるわけです。これが、まあ、ニューズマックスですね。ニューズマックス。で、あと、最近日本で少しは有名になった、ニューヨークタイムズじゃなくて、ニューヨークポスト。こういうのもあるんですね、ニューヨークポスト。これもこれですね。こういうニューヨークポストっていう、こういう、まあ、新聞があります。で、ここにもやっぱり、これがあれですよね、最近、話題になったハードディスクのね、ハンター・バイデンのハードディスクの話がこう、載ってます。これ別に、普通に、読めますしね、はい、読めますし、今、Google 翻訳とかね、Google 翻訳なんか使えばね、見れるわけですね。で、これね、このね、このニューヨークポストのね、この、あれですよ、この、記事はね、すごくてですね、これちょっと今、私の顔がここに、ちょっとこれ、こっち映しますかね。はい、これね、見てもらうとすごいんですけどね、はい。これですよ。これがその生の E メールだってことになってるんですね。それで、これウクライナから、ウクライナの、まあ、会社の人を、まあ、副大統領に息子が紹介したと、自分のお父さんが紹介したっていう時の、まあ、お礼のメールなんですけどね、これ見るとね、生のメールです。これ簡単な英語しか書いてないんでね。面白いんですけどね。で、何が面白いかというとね、これね、ここにね、iPhone からね、送りましたって、これ書いてあるわけですよ。ね、これ、ウクライナ語で。これは iPhone は英語ですけど、このとこ、
ウクライナ語で書いてあるわけですね。これが面白いですよね。うん、で、こういうね、メール生のままね、載ってるわけですよ。ね、でね、これだけ見ちゃってね、これでね、まだね、その、選挙をね、まあ、続けようと、ね、いうのかなというふうに、まあ、私なんか思うわけですよね。つまりね、これだけそのスキャンダルが出てきちゃって、しかもね、そのアメリカに配信行為をしてるわけじゃないですか、息子はね。で、そういう人がね、これから大統領になったらいいのかなっていうと、ちっとも良くないわけでしてね、私が思うに、もうね、バイデン米大統領のね、落選、これはね、完全にもうね、決まってんじゃないかと、決まっちゃったんじゃないかと思います。日本だけね、一生懸命、どっちだってね、なんか分かってるような顔したね、評論家とかね、コメンテーターとかね、ニュースキャスターとかいろんなこと言ってますけど、でも、もうね、無理じゃないかなというふうに、まあ、これを見てるとね、もう思うわけですよ、これね。これはもう、あれですよ、FBI に捜査が始まっちゃったっていうふうに、まあ、言ってるわけですよ、これ。これ、ニュースマックスですね、さっきも見てもらいましたけども、これですね、これ。うん、これで、この人はね、ジュリアニって人は弁護士ですからね、弁護士であり、元ニューヨーク市長ですからね、こういう人がね、こうやって言ってるわけですから、ね、これもう完全にね、あれですね、アウトじゃないかと。候補者としてね、そんな気がいたします。はい。というわけでね、日本の皆さんね、このね、今ね、行われている、日本で行われている、このアメリカの大統領選挙についての報道っていうのは、まあ、はっきり言ってすごく変更してて、アメリカの民主党系のメディアが伝えていることをただ垂れ流ししていると。で、今ご紹介したように、アメリカにも共和党系のメディアっていうのがあって、で、それはそれなりにちゃんとした、放送というか報道してるわけですけどもね。で、それをほとんど伝えないで、それで、どうなんだ、どうなんだってやってるわけですよ。で、これはね、やっぱりちょっとね、どうかしてるかなと。でね、例えばね、NHK なんかもね、公正中立な報道をしてますと。で、日本の新聞社もね、みんなね、うちは公正で中立な報道をしてますと、こう言ってるわけですけどもね、じゃあなんでね、アメリカの共和党系のリパブリカンのね、その系の、その報道機関の、ニュースを一切、流さないか。これはね、非常におかしいですよね。うん、だから、その日本人のね、判断を大きく、まあ、間違えさせるというかね、ということでございます。でね、そのことについてね、ちょっとお話ししたかったわけでございます。ご視聴ありがとうございました。私は、桂秀光でございました。またね、お目にかかりましょう。ありがとうございました。